皆さん、こんにちは。チャンネルライダーヒロでございます。本日はですね、新しいおもちゃの商品紹介というわけではないのですが、SH フィギュアーズをね、発売している、バンダイスピリッツの、ホームページの方にある、魂ウェブさんの、仮面ライダー50周年記念のホームページの方で発表がありまして、現在プレミアになってしまっているね、進行調整法仮面ライダークーガマイティフォーム、そして SH フィギュアーズ仮面ライダー01、この2体がね、50周年記念ということで特別に再販されるということが決定いたしました。いやね、これは本当に嬉しいです。もちろんね、両方とも私所持してるのですが、再び、お手に取っていただける機会が来るっていうのは本当にね、ライダーファンとしても嬉しい限りでございます。ということなんでね、今回再び皆様がお手に取っていただける機会があるということなので、仮面ライダー01の方は SHP やつなんですけど、すでにね、チャンネルライダーヒロの方でレビューしておりますので、そちらの動画の方を見ていただければ幸いです。ということで、チャンネルライダーヒロでまだレビューをしていなかった、進行調整法仮面ライダークーガマイティフォーム5代ユースケバージョンですね、こちらの方レビューさせていただこうかなと。まあリバイバルレビューという形ですかね。今回レビューさせていただこうかなと思っております。再販前なので発売日の方が決定した段階で、皆さん、あ、これ欲しいなって思っていただけるように、私もね、動画の方頑張って撮っていこうかなと思いますので、ぜひ購入の参考にしてみてください。ということで、紹介するのはこちらでございます。はい、 SH ギアス進行調整法仮面ライダークーガマイティフォーム、5代ユースケバージョンと書いておりますが、5代ユースケバージョンでございます。はい、今回ね、紹介させていただくにあたって、これは当時ね、発売された方の商品なので、結構ね、今のパッケージと違うなって思うところがあると思うんです。っていうのもね、例えば、魂クオリティシールっていうのがまだ発行されてない頃なんですよね。魂クオリティシールっていうのは、主に中国海外の方で、海賊版みたいな SH フィギュアーズ、本当に作りの悪い偽物みたいなものが出回ってしまっているので、これは本物ですよという印のためのシールです。この時はね、まだシールが、作られていなかったので貼られてなくて当然です。そしてまたバンダイのマークが赤いんですよね。バンダイスピリッツという会社がまだ、出ていなくて、SH フィギュアーズがバンダイの管轄内だった、頃だった、証ですね。ということなんで、赤いバンダイのマークになっております。決してね、海賊版ではないので、その辺は安心してください。ということでね、パッケージの方は、再販時おそらく、魂クオリティシール、そしてバンダイスピリッツのマークに変わるので、パッケージもちょっと変わるんじゃないかなっていうのは、皆さんも思っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ということなんで、箱一応紹介はしておきます。横はね、進行調整法いつも通り同じようになっております。そして反対側は説明書きとサンプルポージングとなっております。はい、ということなんでね、今回進行調整法仮面ライダークーガマイティフォームが映っていて、そしてね、マイティキックのポージングや、サムズアップ、そして、今回ね、再販かかりますよっていう風にクーガの写真が出たのはこの写真なんですよね。こちらの写真なんです。なので、5代ユースケバージョンで発売されるというのは確定なんじゃないでしょうか。ということなんでね、このようにまずは外箱紹介させていただきました。ということで、本体の紹介をしていこうと思います。もちろんね、だいぶ前に発売された商品なので、すでに、開封はしておりますので、一気に、内容物と、本体の方を紹介していこうと思います。まずね、内容物の方を見ていきましょう。改めて中に入れさせていただきました。まず、右手のサムズアップ手首ついております。そして立ってる時などで使える、開き手、また、戦ってる時にバッてやってる時の、手首開き手ですね。これもまた別バージョンの開き手がついております。そして一番下についてるこのポージングのついた手首は、クーガのね、戦う時にあるポージング、このように変身の時のような、構えてる時のこのポーズ、こちらの手首が両方ともしっかりついております。これをね、この手首がね、しっかりあることで、クーガマイティフォームのポージングをほぼ全て網破できるんじゃないかなという感じで、素晴らしいね、手首の付属となっております。ということで、一覧の方ね、ざっと紹介させていただきましたので、本体の方を紹介していこうと思います。はい、本体はこちらでございます。やっぱりね、進行調整法さすがですね。すごくかっこいいですよね。
チャンネルライダーヒロでは、小野寺雄介バージョンの、クーガの進行調整法もレビューさせていただきましたが、もうすぐ見ていただいたら分かる通り、アーマーの輝き方はとても違いますよね。雄介の方はとてもメタリックが強いのですが、五代が変身している頃のクーガは放送当時のね、アーマーの輝きを再現しているので、ギラギラのメタリックではないんですよね。ギラギラのメタリックではないレッドがとても綺麗に塗装されている商品でございます。当時のクーガをしっかり再現してくれてるっていう感じですね。手首の部分も、当時のねカラーリングを意識した塗装となっております。色褪せないくらい素晴らしいクオリティなので、今見てもね新商品なんじゃないのって思っちゃうぐらい、いいですよね。はい、もちろんねこの最初のマスクの部分の造形も非常に素晴らしいです。このね複眼の小さな模様の部分もしっかり再現できてるんですよね、このマイティフォーム。そして真ん中のねこの部分もしっかり塗装されていて、で口元のシルバーも綺麗ですね。で反対もこのようになっております。アーマー部分もね先ほど、塗装の面で紹介させていただいた通り非常に綺麗で輝いております。でもね無駄にメタリック感があるわけじゃなく、当時のこのマイティフォームのアーマーの質感をしっかり再現した、塗装と、造形になっております。そしてね、ベルト部分アークル、こちらもねクリアパーツの中にしっかり、アークルの模様が入ってるんですよ。これいいですね。そしてマイティ、ドラゴン、ペガサス、タイタン、細かい塗装もしっかりできております。横の古代文字の力の部分もねすっごく綺麗な塗装と造形で再現されておりますね。はい、可動箇所に関してはね以前紹介させていただいた、ユウスケのマイティフォームと全く同じでございます。はい、ということでね、今チャンネルライダーヒロがねせっかくレビューさせていただいたので、これからね再販で手に入れる方々のためにも、仮面ライダークーガマイティフォーム過去五代ユウスケバージョンのポージング参戦、こちらの方紹介していきたいと思います。ということで、一つ目のポージングいきたいと思います。いつも変身直後に構えている時の、クーガのポーズ、こちらの方やっていきたいと思います。はい、ということで一つ目のポージング、変身直後にいつも構えてる時のポーズのクーガマイティフォーム、こちらのポージング再現させていただきました。こちらのポージングの、コツに関しては上半身ですね、左手の方はちょっとベルトに手をかけるような感じ、ベルトをちょっとね隠すぐらいな感じですよね。これぐらいにして、ポージングしてあげてください。そして、前の方、いつもね五代がやってるようなこの変身ポーズの時っていうのは多分手のひらをしっかり見せてこういう風にやってると思うんですよ。でも変身した後のポージングっていうのはこのような感じなんですよね。手首を曲げてこう手の甲を見せるというよりは相手に向かって手をこう指先を向けてるようなポージング、こちらをしてあげると変身直後のかっこいいクーガなポージングすることができるんじゃないかなと個人的には思っておりますので、ポージングの際変身とはまた違うポージングなんだよっていうのは意識してみてください。その辺注意していただけるとね変身後のこのいつものねこのクーガのポーズとてもかっこよく決まるかなと思います。はい、ということでね2つ目のポージングもいきたいと思います。2つ目のポージングは、もちろんねこちらもクーガでよくやっているマイティキックをする前の手をバッて両方とも開いてる時のポージング、こちらの方やらせていただこうと思います。はい、ということで、2つ目のポージングができました。マイティキックをする前なのでね構えてる方の、クーガマイティフォーム、こちらのポージングやらせていただきました。こちらもねよくやるよく、皆さんも見かけるポージングですよね。こちらのポージングの特徴は、手をいっぱい開いてあげるということなんですが、ただ開くだけではなく気持ち手の甲をね見せるぐらいに、してあげてもいいんじゃないかなと個人的には思います。そしてね難しいのがこの足の角度、右足をしっかりね、伸ばして反対側は頭と同じぐらいの位置にこの足が来るように頑張って調整してみてください。これねなかなかポージング、難しいと思います。なんで、頭と同じぐらいの位置に左足が来てるなってぐらいにこう曲げて、上げるとうまくポージング決まるんじゃないかなと思います。
はい、ということで最後のポージングいきたいと思います。もちろん最後のポージングはサムズアップでいきたいと思います。はい、ということで、最後3つ目のポージング、サムズアップしているクーガ、こちらの方、ポージングさせていただきました。こちらのポージングのね、特徴となるのは意外と左手なんですよね。あのサムズアップしていない方の手なんですが、クーガって立ってる時ちょっと見えるぐらいな感じにこう角度をつけてあげた方がクーガらしさが意外と出るんですよね。立たせる時だけでもちょっと手首を外側に向けてあげるというのを意識してみてあげてください。するとね、一気に、本物っぽさが出るんでね、この角度とかかっこいいですよね。で、右手はねしっかりサムズアップを前に向ける、そして、目線も前に向けるっていう感じですね。こちらの方を意識してみてやってみてください。はい、ということで、今回もねポージング参戦やらせていただきました。リバイバルのねこのレビューとなりましたが、ポージング参戦を新たにやらせていただきましたので、進行中クーガー持ってる方も、またねあの持ってない方、これから再販で手に入れるぞっていう方にもね、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。今回このような形でね、後ろの方にも書いてますね、仮面ライダー生誕50周年記念をねこうお祝いして、素晴らしい、SH フィギュアーズのねこのアイテムたちが再販されるっていうのは本当にね、ファンである私もすごく嬉しいです。皆さんのお手元にクーガやね、またね、一緒に再販される、ちょっと棚上の方になるんですが、ゼロワンもね手に入れていただいて、仮面ライダーの世界をねお手元で楽しんでいただけたらなと思っております。ぜひね、再販の際、こちらの動画を見て参考にしてみてください。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。